こんばんは、折井あゆみです。私は今、閑静な住宅街の中にあるとあるマンションの前に来ております。こちらのマンション、なんと某アイドルが住んでいるというマンションなんですね。さあ、夜も更けてまいりました。お腹も空いてまいりました。ということで、第1回アイドルの食卓やっちゃいたいと思います。行くぞ。玄関前まで来ちゃいました。お腹すきましたね。それでは早速ピンポン押したいと思います。何何何こんばんは。何リナ、こんばんは。遊びに来ちゃった。なんでカメラがあるの、しかもね、ご飯食べさせてもらおうと思って。あ、しなくん、しなくん来た。しな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 、早く。虫だよ、びっくりしたね。ご飯食べたくて来ちゃった。ね、リナの、やったー。でも汚いよ。え、あいちゃんいきなり来るからね、片付けてないよ。本当に全然大丈夫だよ。さあ、片付けてくれた。お家に入ること成功しました。それでは早速お家に上がりたいと思います。突然来ちゃってごめんね。うん、いいよあのね、うん、今日ね、リナのね、お味噌汁を飲みに来たの。あの、レイの、レイの、そうそうそう、そうだよ。あれね、作れないかも。なんでなんで、あれ作れたかもしれない。なんでね、じゃあ作る。本当に愛を込めて作る。ありがとうのために。じゃあありがとう。カメラに向かって。あったかい、せーの、お味噌汁。ふぅ、りなちゃん。やべ、恥ずかしい。りなちゃんのエプロン姿。イエーイ。かわいい。かわいい。ここ OK？ そう、ここ愛ちゃんが入るとこだよ。そうそう、りなえも、おい。真面目にやって。面白くね。真面目にやって。はい、真面目にね、真面目に。さあ、じゃあ、リナ、味噌汁作るからね。うん、あ、そうね。じゃあ、先に、水沸かす。お湯沸かすの。お湯を沸かすのね。はい。出ましてよ、愛ちゃん。ごめんね。振って。ごめん。突然さ、お味噌汁が伸びたくなっちゃって。ひどい。片付けしてないよ。よし。はい。スタート。スタート。よし。さあ、続いて。冷蔵庫から、冷蔵庫から、冷蔵庫映ります、これ。はい瞬間移動したね、今。何しようかな、何かな、具材は超見えるじゃないですか、これ。今日の味噌汁の具は何かな。あ、2つだけにしよう。じゃあ、かぼちゃと、かぼちゃと玉ねぎ、玉ねぎだね。昆布をハサミでちょん切って、入れました。入れました。で、これで沸騰するのを待ちます。はーい。お湯が沸くのを待ってるうちに、りなちゃん、もしかして。じゃあ、りな、唐揚げ作ってあげる。やったー、ありがとう。さすが。美味しくできるかな。何度くらいまで温度上げるの。180度ね。りな、ニンニクすろうかな。お、ニンニク。そう、唐揚げはね、ニンニクいっぱい入れるの。へぇ、はい、りなちゃんがゴイゴイすってます。これ手も吸っちゃうんだよね、いつも。気をつけてよ、血出さないでね。今日、てかね、今日夜ご飯ね、唐揚げしようと思ってたから、うんうんうん、唐揚げつけてあるんですよ。おぉさすが、唐揚げ大好きのりなティ。そう、つけてあるやつでいい、ね、いいよ、いいよ。カットね、ここ。うん、いつも準備できてたね。そうだよ、さすがね。今いつも冷蔵庫に肉入ってるの、うん、うんうんうん、いつでも使えるように。さすがね。さあ、鶏肉が出てまいりました。片栗粉と小麦粉を出しました。はーい。で、りなのお家は、うん、小麦粉が分量はどんな感じですか。1で、小麦粉が1で、片栗粉が9の割合です。9。うん、なるほど。せーの、よいしょ、ほい、いいかな。振ります。はーい。
お邪魔してください。美味しくできますようにね。おっと、こっちが沸騰したよ。はい、同時進行なので忙しいね。はい、味噌汁がやべえ、ね、同時進行できねえ。はいはいはい、急いで急いで。さあ、次は鰹節ですか。そうです、鰹節をリナはいっぱい入れます。はい、いっぱい入れて、2袋入れるの。うん、5。皆さん、鰹節はたっぷりですよ。飲んでもいいな。鰹節の匂いがする。よし、もういい感じで出汁が取れてるね。これで3分以上待ちます。はい。さあ、お味噌汁の具からですね。そうですよ、最初玉ねぎからですね。はい、りなちゃんの包丁さばき。いや、包丁さばきあんまうまくないみんな見て見てほら、マイクじゃなくて包丁持ってるよ。玉ねぎ硬いんだよ、かぼちゃ。うん、硬くない？でもすごい美味しいぞ。硬、足りるかな、少ないかな、具が。んいいよね、大丈夫。私めます。はい、よし。さあ、さっきね、混ぜた片栗粉と小麦粉の中にお肉がどんどん。わー、美味しそう。見て、これは秘伝のタレがついてるんですよ。ね、秘伝のタレって何なの？うん、でヒントは、うん、ニンニク入れたでしょ、うん、あと3つ入れます。さて何でしょう。まあ、言わないけどね。そこは内緒なの。そうだよ。じゃあみんなにこっそり、じゃあアユだけにこっそり教えてよ。うん、言ってないじゃんうふふじゃないよ。じゃあ唐揚げ突入します。はーい、肉入ります。いってらっしゃい。いってらっしゃい。アユちゃん、鳥の声して、鳥の声、鳥が焼ける声して。ほ、結構ちょっと色がついてきました。あ、もうやばい。ちょっと唐揚げ色見て、このきつね色。きつね色かな。何色これ。きつね白。え、ほら白、鳥なのにきつね。何何何でもない。わー、マジで美味しそう。揚げていきます。トントン、はい、トントンって油を切って、トントン、じゃんじゃーん、じゃんじゃーん。わー、美味しそう。え、それは何のタレ。中西家のタレです。秘伝のタレですか。秘伝のタレです。これをちょちょちょっとつけます。気になる、その秘伝のタレは一体何でできてるの。でもね、醤油と、うん、あと秘密、ほら匂ってみて。あー、なんか甘酸っぱい匂いする。はい、醤油とみりん、なんだろうね知りたい。これはね、教えてくれなきゃ作れないよ。じゃあ、あいちゃんに後でこっそり教えてあげるから。やったー、みんなごめんね。皆さんには秘密です。よし、ほら、できた、唐揚げはね。やったー、完成。ほら、唐揚げ、唐揚げ完成。ほら、あいちゃん一緒に待って。はい、完成。唐揚げ完成。やったやった、美味しそう。さあ、よいしょ、今度はお味噌汁の方ですね。今度はお味噌汁の方で。はい、お味噌。りなちゃんちは白味噌かな。米味噌。米味噌。うん、米味噌です。米味噌です。米味噌は美味しいです。まずかったら嫌だな。いきます。うん、あいちゃん大変。なに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 。ね、美味しい。飲んでみて。え、ほんとに、うん、ちゃんと出汁が取れてるよ。あ、うん、まー、ね、美味しいよね。やばい、超うまい。やばいやばい、やったぜ。できたんで、お味噌汁をちょっと入れます。はーい、待ってください。じゃあ、かぼちゃをいっぱい入れよう。やったーやったー。わー、マジほんと美味しそうね。りなちゃんちの器は大きいね。お味噌汁飲むからね、みんなに言ってるから。大好きだからか。そう、温かいお味噌汁って言ってるからね。飲まなきゃ。いくよ、はいはい、いっぱい入れるよ、りなネギいっぱい好きだから。うん、ほら、わー、わー、できた。美味しそう。ほら、できました。りなちゃん、お手製のあったかいお味噌汁。